モチーフが4枚編めたのでつなげていこうと思います。つなぐ方法は引き抜き編みでつないだりとか、あとこちら巻きかがりですね。こちらはこのボコッとしてるとこは細編みでつないでいます。お好きな方法でつないでみてください。今回は引き抜き編みでつないでいこうと思います。どの方法でつないでも拾う目は同じです。例えばこれとこれをつなげたいときはどの目を拾うかというと、鎖編みのこの角の真ん中のとこですね。ここから、そしてこちらの角の鎖編みのこの真ん中のとこですね。なので1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 11個拾って目をつなげます。ここのラインをつなげたいときは11+11で22目拾って編んでいきます。こちらの縦のラインも同様で、22目拾ってつなげていきます。立ち上がりの鎖編みがあるところの目は引き抜き編みでできた目がねあるので、1目増えてるように見えるかもしれないんですけれども、引き抜き編みで目は飛ばして22目拾います。引き抜き編みでできた目は数えないし編まないっていうのを注意すれば、うまく綺麗に22、22でつなげると思います。じゃあちょっと色の配置、これでいいかな。で、引き抜き編みでつなげたいので、外表にして拾う目なんですが、この外側の半目同士を拾ってつなげようと思います。じゃあこの角っちのこの真ん中の鎖編みからスタートなので、この長編みがあって、長編みの隣の鎖編みの隣の鎖編みの奥の半目をすくいます。で、こちらも同様に、ここの長編みの隣の鎖編みの隣の鎖編みのこっち側の半目のみをすくって、今回は分かりやすいように水色でちょっと引き抜いてみようかなと思います。で、ここで糸を引き抜いて、で、これまず1目ですね。で、次、隣、ここの隣の目の奥の半目と、それから向こう側のここの手前の半目ですね。の鎖編みの半目同士を拾って引き抜き編みをします。引き抜き編みなので一気に針を引き抜きます。そして隣も同じですね、今2で次3つ目か、3つ目いきます。で、次隣の目ここですね。よいこらしょ。で、次隣の目の半目で、隣の目の半目を拾ってよいこらしょと。これで今1,2,3,4で次5で次6、この真ん中の鎖編み1個ですね。あれ、なんか目がずれとるずれとる。ちょっともう一回やり直します。この真ん中の鎖編みですよね。そして向こう側の真ん中の鎖編みの手前の半目に針を入れて、で、糸を引き抜きます。まず1個目でしょ。で、次2個目。いいよ。ここだよね。2個目。向こう側の。で、これで引き抜きます。次、長編みの頭ですね。で、向こう側も長編みの頭をすくうので、これでいいんだよね。で、次、長編みの真ん中の頭をすくいます。で、これも長編み、ここが長編みだから、これをすくいます。よいしょ。で、次、左側の長編みの頭ですね。これも長編みの頭、こうだな。よいしょ。真ん中の鎖編みのとこですね。で、これも真ん中の向こう側の真ん中の鎖編みピョコッと入れたらよし。
で、これで隣の長編みですね。うん、合ってるな。大丈夫ね。よし。で、次、真ん中の長編みですね。よし、大丈夫。で、端っこの長編み。大丈夫。はい。で、次、鎖編みですね。鎖編み。よいしょ。で、次、真ん中の鎖編みですね。おっとっと。よいしょ。うん。おー、いい感じで。そしたら、続けてつなげます。で、こう並べたいんですもんね。じゃあ、こうですね。鎖編みのこの真ん中の目ですね。ここの奥の半目を拾って、鎖編みが1、2、3個あって、で、この真ん中をすくいたいので、よ、ここの、よいしょ、半目に針を入れたら、ちょっと、ややこしいですけど、続けて、引き抜き編みをします。で、今度、鎖の頭をすくって、で、向こう側も鎖の頭をすくって、引き抜き編み。これを繰り返していきます。で、今、長編みですね。よいしょ。で、次、長編みの真ん中ですね。よいしょ。で、次、ここ立ち上がりの鎖編みのとこですね。ここややこしいけど、ここをすくいます。まあ、すくいやすいとこをすくってください。で、長編みの頭のところをすくいます。よし。で、次、ここの真ん中の鎖編みですね。で、向こう側も真ん中の鎖編みの頭をすくいます。よいしょ。で、次、長編みの、右側の長編みの頭ですね、をすくいます。次、真ん中の長編みのとこですね。をすくいます。で、次、左側の長編みの頭に針を入れて、すくいます。で、次、鎖編み。で、真ん中の、鎖編み。よいしょ。これで真ん中をつなぐことができました。で、ここの目の数は多分、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、21個になっていると思います。22目すくうんだけれども、目と目の間に引き抜き編みの目ができるので、1個減って21個で大丈夫です。じゃあ今度同様にしてこの真ん中もつなげていきます。また、鎖編みのこの角の真ん中からスタートします。1、2、3個鎖編みがあって、この真ん中のところからスタートします。で、向こう側も同じ位置ですね。鎖編みが1、2、3個あるので、この手前の半目のみをすくいます。で、糸を引き出してきて、次、鎖編みですね。鎖編み。同士を、よいしょっと、隣の目に針を入れて、で、引き抜き編みをします。で、次、長編みの頭ですね、次。右側の長編みの頭に針を入れます。そして次、真ん中が、真ん中の長編みの頭に針を入れます。よいこらしょ。で、次、長編みの、左の長編みの、頭に針を入れて、よいこらしょと。じゃあ、次行きます。次、鎖編みですね。鎖編み、真ん中の鎖編みのところに針を入れて、よし。引き抜き編み。で、次、長編みの頭ですね。向こう側も長編みの頭をすくって、引
き抜き編み。よいしょ。で次真ん中の長編みの頭をすくいます。で次左側の長編みですね。よいしょ。そして、ここ隣の鎖編みですね。をすくいます。でさてここからどうするかなんですが、同じ目の数を編むので、ここねすごく編みにくいかもしれないんですけれども、隣の鎖編みここのところに針を入れて引き抜き編みをします。で向こう側もすくえるかな、ここですね、向こう側も針を入れてよっこらしょ引き抜き編みをします。で今ここ多分10あると思います。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11個の目をすくってるんだけど、引き抜き編みは目と目の間にできるので 11-1 で10個。そして次どこ編むかなんですけれども、ここも同じく11目すくっていくので角の鎖編みをすくいます。つまり長編みがあって、鎖編みがあって、その隣の目をすくっていきます。でもうすでにね引き抜き編みをしてあるのですごく分かりにくいんですけれども、ここですね、この隣の目のよいしょこの半目と、それから向こう側の鎖編みの半目をすくって引き抜き編みをします。よいしょ、いきます。ここですね、ここに針を入れて、向こう側もよいしょここですね。で次隣の鎖編みのところに針を入れて、よっこいしょと、ちょっとややこしいのでもう一回やっときましょうか。今、ここの左の長編みの頭を引き抜き編みしました。そしたら今度は鎖編み1、2、ここをすくってそれぞれ引き抜き編みをします。すでにねここにもう引き抜き編みが編んであるので、この左側の方の鎖編みがすごくすくいにくいんですが、よーく見て頑張って引っ張り出してみてください。じゃあ鎖編み右側の方を引き抜き編みします。で次左側の方の鎖編みここと、それから向こう側がよいしょ、わー分かりにくいけどここです、をすくってよいしょ引き抜き編みをします。ここの長編みの右隣の鎖編み 1,2 それぞれすくいます。でこれね分かりにくいんですけど、よーく伸ばして、で半目のみに針を入れます。ここもここで引き抜き編み、で次左の方の鎖編み針を入れて引き抜き編み、こっちはここですな、よいしょここに針を入れます。で引き抜き編みと、で次からも同様にまた1目ずつすくって、隣の1目ずつをすくって引き抜き編みをします。よいこらしょと、で今長編みの頭、こっちも長編みの頭をすくいます。よし。で次真ん中の鎖編みですね、真ん中の鎖編み同士をすくってよいしょ。で次右の長編みですね、で次真ん中の長編み同士をすくいます。次左の長編み同士をすくいます。で次鎖編みですね、よいしょ。で、左側一番角の鎖編み同士をすくって
おお、できました。こんな感じに仕上がります。でこの真ん中も 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 目になります。で今回はこの端っこを細編みで編んでいこうかなと思うので編みくるんじゃおうかなと思います。じゃあどこら辺でもいいので長編みの真ん中の長編みに針を入れて糸を引き出してきます。で立ち上がりの鎖編み1を編んで同じ目に細編みを1個編みます。それぞれ1目につき1個ずつ細編みを編んでいきます。でここの空いてるスペースのところここは、細編み1個もう鎖編みごとすくって編みました。で次長編みのとこですね。この長編みも頭1個ずつすくって細編みを編みます。でここのとこなんですけどここのところはねまあいろいろ作家さんによってやり方があると思うんですが簡単に編みたいなと思ったので、鎖編みごとすくってでここ2個入れます。細編みを2個編みました。で隣の目に移ってここのスペースのところにも細編みを2個編みます。でこの糸端をちょっとね編みくるんでいきたいと思います。で編みくるむのがわからない方は後ろで糸の始末をしてから編むと良いかと思います。でここからも同様によいしょ細編みを1個ずつ編みます。でここの立ち上がりのところなんですがここも引き抜き編みでできた目は編まないで、飛ばして、編んでいきます。すくって編んでいきます。でここは細編み1個ですね。もう鎖編みごとすくっちゃいます。赤いのが編みくるめたのでカットしちゃいます。でまた長編みの頭すくってそれぞれ1個ずつ細編み編みます。今度角ですね、角もやり方ねいろいろあると思うんですが今回は細編み鎖編み細編み鎖編みという感じで編んでいこうと思います。まず細編みを編みます。で鎖編みを1個編みます。で細編みを編みます。で鎖編みを1個編みます。で細編み。じゃあここからはもうぐるーっと一周じゃじゃーん細編みを編んでいきます。最後のこの長編みのところに1目細編みを編んだらそしたら一番最初の細編みの頭ですねここの足がちょんちょんって出てるところの頭のところに針を入れて引き抜き編みをします。で念のために鎖編みを1個編んどこうかな。で糸端は、こっちが表ですねなので裏側に数目通して糸の始末をします。縁取りを違う色にするのもいいですね味があります。こちらは、フリンジをつけています。お好みでつけてみてください。モチーフ編みねすごい楽しいので他にもねいろいろ編めたらなと思っています。よかったらチャレンジしてみてください。ぬくぬくかぎ編み手芸部とかれ編みチャンネルでは過去に200本以上動画を作っています。ぜひお気に入りを見つけてチェックしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。